広瀬すずは日本の女優、ファッションモデル。静岡県静岡市清水区出身。フォースタープラス所属実施は女優でファッションモデルの広瀬アリス。姉のアリスが専属モデルを務めていた雑誌であるセブンティーンのイベントに母と来場した際、アリスが所属していた現所属事務所の社長から声をかけられたことがきっかけで芸能界に入った。 2012年8月、セブンティーンの専属モデルオーディション、ミス・セブンティーン2012のグランプリを受賞し、同志専属モデルとして芸能界デビュー。姉妹でセブンティーンの専属モデルを務めることになった。同年、日本テレビの天才、志村動物園でテレビ初出演、および姉のアリスト初共演。12月には、ベネッセコーポレーション。 新建ゼミ高校講座の CM に起用され CM 初出演を果たした。2013年関西テレビ4月期ドラマかすかな彼女で女優デビュー。同年9月映画謝罪の王様でスクリーンデビュー。11月には山下達郎のクリスマスイブショートフィルムで自身初となる主演を務めた。2014年4月大塚食品マッチの CM で 姉のアリスと CM 姉妹初共演。同年11月1日発売のセブンティーン12月号で初表紙を単独で飾った。また、同年から翌年にかけて開催された第93回全国高等学校サッカー選手権大会で、は、応援マネージャーを務めた。2015年、日本テレビ1月期ドラマ、学校の会談で連続ドラマ初主演。 同年1月31日発売のセブンティーン3月号では姉のアリスと同志史上初となる姉妹拍子を飾った。同年5月、出演作海外ダイアリーが第68回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品され公式上映に出席した。7月、劇場版アニメ化け物の子において初めて声優を務めた。 2015年度は映画海外ダイアリーでの演技が高く評価され、数多くの映画賞で新人賞を総なめにした。また、ビデオリサーチの2015年タレント別テレビ CM 広告主数ランキングでは、主位を獲得した。2016年3月公開のチハヤフルで映画単独初主演。2016年度は第40回日本アカデミー賞において、 千早古ふる上野区で優秀主演女優賞、怒りで優秀女演女優賞をダブル受賞した。また、その年最も活躍し、将来の活躍が期待される俳優に贈られる、エランドール賞新人賞も受賞した。2017年3月、高校卒業後は進学せず、女優業に専念することを発表。同年7月、2017から2018、 シュートパリオートクチュールコレクションに参加。同年8月、アニメ映画、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るかで、初の主演声優を務め、劇中でカバーした松田聖子の楽曲、瑠璃色の地球で CD デビューを果たした。同年9月、出演作、三度目の殺人が第74回、ベネツィア国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、 公式上映に出席した。2018年、日本テレビ1月期ドラマ、あのねで3年ぶりとなる連続ドラマの主演を務めた。同年8月、パシフィコ横浜で開催される読者イベント、セブンティーン夏の学園祭2018で卒業式を実施し、10月1日発売の11月号を最後に、セブンティーン専属モデルを卒業。同年12月、 NHK 放送の第69回 NHK 紅白歌合戦で赤組司会を務めた。2019年、前期放送の NHK 連続テレビ小説100作目となる夏空でヒロインを務める。同年10月から上演された旧、a Night AT The 歌舞伎で初舞台に挑戦。同作で第54回木の国や演劇賞個人賞を受賞した。 同年12月、美容雑誌墓地が表彰する2019年最も美しい顔に選出された。また、同月にグーが発表した2019年検索ランキングの芸能人カテゴリーでは1位にランクインした。2020年1月、アパレルブランドルイビトンのアンバサダーに就任。2020年10月6日、新型コロナウイルスへの感染が公表され、 17日に仕事へ復帰した。同年12月、日本モニターの2020年タレント CM 起用者数ランキング、並びに M データの2020年テレビ CM タレント会社数ランキングで1位を獲得。2021年3月、桶狭間桶狭間、織田信長で時代劇初出演。特技は小学生の頃に習い始めたバスケットボール。好きな食べ物は、 ニラとサツマイモ。日課は、その日の出来事をノートに書くこと。小学生の頃から継続しており、気持ちがリセットされて、ストレス発散になるという。憧れの女優はたくさんいるが、こういう人になれたらすごく嬉しいと思う女優は、松高子。主演を務めた水曜ドラマ、あのねの、撮影現場で共演した猫に、あのという名前をつけ、共演後も一緒に暮らしている。 ありがとうございます。